どうも、バンです。今日はね、ガジェットに当たるのかな、これは。ちょっとした買い物をしましたので、皆様に紹介したいと思います。僕いつもね、裏の浜の草刈りと称してですね、常用草刈り機という非常に大きなね、草刈り機を使って、河川敷の草刈りをやってるんですけども、その動画はね、今まで何度か紹介してきた通りです。その草刈りの中でね、使うメカ、マシンなんですね。これがですね、自動車用のバッテリーを使った、自分が乗って、で、草刈りをするタイプのね、草刈り機なんですね。で、これのね、草刈り機のね、バッテリーがね、たびたびね、へたるんですね。だいたい2年に1回ぐらいね、もうへたって、で、もうその都度、自家用車のね、バッテリーを持ってきて、で、つないで、ブースターケープでつないで、というようなね、ことをやってたんですけど、もうね、痺れを切らしました。もうちゃんとね、対策しようというふうに思いました。最近はね、いい商品がね、出ているみたいなんですよ。昔はね、スターターですね、いわゆる。よく JAF の人とかがね、持ってきてくれはるやつ、あれですよ。昔はね、でっかいね、こんなスターター、電源をつないでね、エンジンを始動させる機械だったんですけども、最近はね、まあ、リチウムイオンバッテリーを使ってるんでしょうかね。非常にコンパクトで、で、自動車のね、バッテリーがへたっていても、始動できるというね、そういう商品があったんで、しかも安かったんでね、購入してみました。これが、前振りは、ま、いろいろ、ちょっと長くなって申し訳ないんですけれども、モバイルバッテリーにもね、使えるらしいんですね。まあそっちの方の用途はね、使う予定はないんですけれども、まあそういう副産物的なところもあるという商品なんですよ。でも、主たる目的は草刈り機の、非常時というかもう下手った状態で使うことがね、もうデフォルトになってきているような草刈り機なんで、それに向けての、商品、対策の商品ということになります。で、もうちょっと前振り続きます。草刈り機っていうのは、やっぱりね、2ヶ月か3ヶ月に1回しかね、使わないわけですよ。で、頻繁に、乗って、で、使うそういう乗り物であればですね、バッテリーもそうそうへたらないんですけれども、5年ぐらい持つと思うんですけども、2、3ヶ月に1回しか使わへんようなね、そういう草刈り機のバッテリーなんで、どうしても2年に1回ぐらい、交換で、無駄なね、そういう、なんていうんですかね、資源を無駄にしてしまうようなことをしてしまっていました。ですけれども、これからはこの商品で、少々へたったバッテリーをもうずっとね、もうそのまま使っちゃえと。で、使う時だけブースターケーブルでね、エンジン始動してというようなことをやればいいんじゃないかと。で、これだけ小さい、スターター、エンジンスターターだったら、もう草刈り機を操縦してるときずっと持ち歩いて、で、そういうね、使い方がね、いいんじゃないかと。で、幸いなことにですね、草刈り機はいちいちボンネット開けなくてもですね、自分のシートをポコって倒したら、もうバッテリーが見えますんで、さほどね、もう車のようにね、へたったバッテリーをそのまま使ってる人には、というぐらいの負担にはならないかなというふうに思ったわけですよ。というわけで、まあ、とりあえず前置きが長くなりましたけども開封します。ビニール袋に入ってんの？よしと、ほい、こんなね、商品です。なんか味もそっけもないね、パッケージですけど、僕はこういうの好きですよ。もうね、過剰な包装はいらないですよね。お、なるほど、こういうような持ち運びできるポーチもついてきてるじゃないですか。いいじゃないですね。いいじゃないですか。そしてこれが本体ですか。おー、ちっさ。これでエンジンがかかるんですか、本当に。マジですか。信じられないですね。へえ。でだ、エンジンはこれか。さすがにこんなとこから
USB ポートからエンジンはかけられないですね。このぐらいのね端子は必要ですよね。で、うん、あとはこれだけ。おお、おっと、すいません。で、これをこうぶっ刺して、うん、なんだピッて言ったぞ。説明書の類がない、説明書一切なし、一切説明書なしですか。ほう、あ、あった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 。ね、製品名 GOOLOO ゴーロっていう商品ですかね。ハッピーウィズユアパラチャーサイゲットアフリーギフトフロムゴーロ、なんかもらえるんですかね。おお、で説明書英語ですかね。日本語は、あ、あるわ。ジャンプスターターっていうのがね、商品のジャンルの、ジャンル的にはジャンプスターターという商品ですね。充電は家庭用コンセントに USB ケーブルのミクロアダプターを本製品の 5V 2A 入力端子に接続すると。で、これですか。これを使うの？ちゃうわ。iPhone のこんな端子とか、マイクロ USB と、で、USB 3.1 のこんなケーブルがね、ついてきてますけれどもね、これはいらないかな。で、インプット 5V 2A。また 2A ですか。2A の、この、バッテリーの、AC アダプターがいるというわけですね。最近 2A 必要なやつが多いですね。ジンバルもそうなんですけれども、 2A の商品というか 2A の AC アダプター、これいるな。ちょっとそこはねちゃんと確認いたします。あと怪しい日本語ですね。車内充電によると充電、本製品の充電方法、家庭用コンセントによると充電、家庭用コンセントによると充電、日本語かなりおかしいな。本製品の電源がオフになっているとき確認して、USB ケーブルのミクロアダプターを本製品の 5V 2A 入力端子に接続する。ケーブルの USB アダプラーを PC や他の出力端子に差し込む。ケーブルの USB アダプラーを PC や他の出力端子に差し込む。充電が開始されると残量充電レベル表示ランプが点滅する。要するに 5V 2A の充電器を使えということですかね。 2A の充電器はねないんですよね。やっぱこれちょっと買いますわ。というわけで一旦録画終了です。後ほどまた、再収録いたします。今日は一旦この辺で。はい、どうもです。そうしましたらね、実際に僕のこの草刈り機で、ジャンプスターターこれがねちゃんと動作するのか、検証していってみたいと思います。まず普通に、今ねバッテリーがへたってる状態なんで、このバッテリーがへたってる状態っていうのをまずお見せいたします。チョーク引きますね。パーキングします。それではエンジンかけてみます。はい、というわけでちょっと厳しいですよね。さて、うまく動くかどうか。本当にこんなんで動くんでしょうかね。
なんか電気つきましたよ。コントロールっていうランプがつきました。それではエンジンかけてみます。いけ。はい、どうもです。今ね、草刈りが終わったところなんですけれども、あー疲れましたわ。久しぶりにね、あの奥の方まで、草刈りしたんですよ。で、ぐるーっとね、遊歩道みたいな感じで、道を作ってきました。またね、スタビライザーでね、その道はね、紹介したいと思います。自分のスタビライザーのために、草刈りして道を作るなんて暴挙に出てしまいました。はい、見てください。長靴がね、今日はちょっとなかったんでね、ひどいことになっちゃいました。これどうしたもんかな、これ。疲れました。このジャンプスターター4回ぐらい役に立ちました。あ、よかった。ひどい顔してますけども、ご容赦ください。ではでは、今日はこの辺で。バイバイ。